今日もしやすいネットチャンネルをご覧いただきありがとうございます。料理の監修はデリシャスのリピーです。では一緒に料理を始めましょう。今日は豚のスタミナ丼を作ります。まずは材料から。豚バラ肉、これは焼肉用です。1人分 100g です。で、調味料はこのように、まずこれがお酒大さじ2、みりん大さじ2、味噌、これは合わせ味噌です、大さじ2、そしてお砂糖は大さじ1、お醤油大さじ1、にんにく1かけ、豆板醤は適量です。そしてこれは最初に炒める時の、油です。今日は米油ですが少々。そしてこれは丼の最後のトッピング用の、キャベツ、これは千切りにします、適量。それから青ネギ、小口切りのもの適量、もみのりも適量です。そして丼のご飯です。では、お肉を切っていきます。今日は焼肉用のお肉ですので、これを半分に切ります。このぐらいの大きな目の大きさに切ってください。このように切っておきます。調味料はボウルに全部合わせておきます。お酒、みりん、お味噌、お砂糖、お醤油で、このようによく混ぜておきます。では、きれいなナイロン袋の中にお肉を入れます。そして先ほどの調味料を半分入れます。だいたい大さじ4杯分ぐらい入れて、でよく混ぜて、このようにして30分寝かせます。では残りのタレにニンニクと豆板醤少々を加えておきます。キャベツはスライサーで千切りにしておいてください。ではお肉を焼いていきます。30分ぐらい寝かせたお肉です。フライパンをよく熱してください。そして油を少しだけ引きます。
火を少し弱めます。お肉を出して焼いていきます。入れるときは火は弱めです。このように1枚ずつ丁寧に広げてください。この時焦げないように注意してくださいね。では少し中火で焼いていきます。焼けてるようなのでひっくり返していきます。焦がさないように注意してくださいね。タレのいい匂いがしてきました。このような感じ。残りのタレを少し入れます。ひっくり返して焼いてください。全体的にタレが絡まったら最後ちょっと強火にして出来上がりました。盛り付けます。まず海苔を乗せます。そしてキャベツを千切りをかけます。このように軽く散らしてください。そしてこのお肉を上に乗っけます。適当にきれいに乗せてください。最後にネギをかけます。このように出来上がりました。この後の献立も見てくださいね。今日の献立はじゃがバター、焼きなす、冷ややっこ、かきたま汁、豚のスタミナ丼です。その他のレシピはウェブでも公開中です。